さてここはどこでしょうか。風景がいいから車でずっと一回りしてみるね。私はここにあのお店がいっぱいあって、あの洋服なんかをね、ずっと買いに来ました。ここが本館と言われているところです。僕の別宅っていうんですかね、本館の端っこにありません。昔はここにキャプテンズカフェっていうレストランがあったんですよね。ここが入り口なんですね。入ってみたいと思います。入れません。手前から 1,2,3 席目ですね。あのボートが私の一番好きなボートです。これもね、昔レストランなんですよ。40年以上前の話です。みんな写真撮るんですね。言えませんからね。建物の前から中でね、演奏しました。なんかやってる。政治絡みのパーティーじゃないですか。やっちゃいけないっていうのにやりますからね。政治絡みの合コンかもしれませんね、あのね。ちょうど女性と男性が半々ぐらいドレス着てますよね。これじゃダメだね。あそこ行きたいな。皆さんこんにちは。今日は逗子にやってまいりました。ここは逗子マリーナですね。私が高校1年の時、高中正義っていうギタリストがここでガーデンプールコンサートっていうのをやったんですね。その時のコンサートがものすごく印象に残ってて、僕も絶対ここでコンサートしたいなって、ここしかないっていうぐらい、普通は大体みんな当時青年館 で武道館って目指すんですよ。僕の場合はもうここでやりたいっていうのは夢だったんですね。そしたら5年ぐらい前にサルサのイベントで、ここで僕のビッグバンドでコンサートをすることができました。それが、ここの逗子マリーナガーデンプール。あれから本当40年以上経ちましたので、懐かしいです。その時に松任谷由実さんがゲストに来たんですね。それがきっかけになって、由実は毎年ここでコンサートをやるようになったと思います。それが今、苗場の方ですね。そんなね、伝説のコンサートの場所で、ここからステージ、ここにステージがあったんだけど、見えますか？江ノ島は。あっちに見えますのは、見えません。江ノ島です。はい、相変わらず女性多いですな。